はい、こんにちは、タカです。ここ最近全く動きのなかったドルなんですけども、ようやく今週少し動きの方が見られました。ただまあ今後の流れに期待できる形で今週引けてほしかったんですけどもね、まあ、結果的には行ってこい、来週の判断がすごく難しくなってしまったというね、まあ、何とも言えない状況で今週は引けています。今週の動きをドルから見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、1時間足に冷やしを重ねています。まずは直近の動きですけども、この3週間のレンジ相場、もうかなりの期間のレンジであったんですけども、木曜日にようやくレンジからブレイクしてくれました。基本的に僕はもうトレンド相場が大好きですからね、まあ3週間も待たされましたから、もうこのブレイクに関してはかなりテンションも上がったんですけども、金曜日これもすごく残念な動きですね、ブレイクした分を潰されています。ブレイクしたまま、例えば高値金で引けていれば、もうこれは完全にブレイクの流れに乗っていく、僕はもうブル目線で相場の方を見ていけばいいかなと思いますけども、このように潰されてしまうとすごくいろんな目線が見えてきます。まずは今の環境なんですけどもね、下には青いライン、これはもう今年の最安値です。1月の初めにつけたドルの最安値、当然こういったところはサポートになりやすい、対して上から見ていけば下落のトレンドも見えてるわけですから、このサポートに対して下落の流れを止めてるという意味ではね、まあ、しっかり買いも入っているんだとは思います。ただこの買いというのは現状波を反転させる買いには至っていない、それだけこの上からの売りも強いんですよね。ですからまあ下からの買いと上からの売り、これがもう攻防しているのがこのレンジ相場。木曜日金曜日で少し動きの方暴れていますけどね、現状はこのレンジの中で収まっていますから、僕は今はこのレンジ相場の継続でひとまずは見ていこうかと思います。ということはポイントはこのレンジ上限、高値圏ですから目線はショートということになるんですけども、ここで、僕は先ほどひとまずという話をしたんですけどもね、どういった意味かというと、これ別に買い目線で見ていけないというわけでもないんですよね。事実だけを見ていけば、このブレイクしたという形もこれはしっかり事実としては残っています。ですから今は本当に難しいんですよね。別に買いで見ていくのが間違いだとも僕は思わないですし、かといってね、売りが間違いだとも思わない、ではどちらを見ていけばいいのということになってしまいますんでね、僕はその基準をひとまずはこの金曜日のこの日足ですね、日足の安値更新があるかどうかで見ていきたいなと思っています。まあ、つまりは月曜日の動きが大事ということになるんですけどもね、まあ、弱いんであれば安値更新はしてくるであろうと、強い売りの流れ出てますからね、ここでピタッと売りが止まるんであればそれだけ買いの勢いも強い、例えばこの辺りの動きもそうですけどもね、高値圏のレンジ相場みたいな形もありますから、レンジ相場もはっきり見えていますけどもね、このレンジから抜けるかどうかという値動きの攻防ですよね、そういった形も想定していこうかと思っています。ただこの金曜日の安値更新みたいな形が出てくると、これは金曜日の値動きの売りの流れを組んだ動きということにもなってくると思うんですよね。だとすればこのレンジ相場も見えているわけですから、レンジの上限から下限に向けた動き、こういった売りの流れというのは出やすくなってくると思いますんで、まあ、この下のサポート割るかどうかはまた別問題として、ひとまずは今は置いておいて、レンジ上限から下限に向けた売りの流れというのを見ていこうかなとは思っています。一方で、僕は今売り目線ばかりの話をしましたけども、先ほども言いましたけども、今の相場すごく難しい、買い目線で見れないわけでもないんですよね。このブレイクという形、これ事実としてちゃんとありますから。ではどのような状況で買っていくのかというと、やっぱり僕はこのレンジ相場を意識していくことになるかと思います。レンジからのブレイク、ただ中途半端なブレイクというのは戻り売りが入る可能性も当然これはあると思います。やっぱりね、ここのあたりの動き、こういったので買っている人たちというのは現状捕まっている状況ですよね。この前というのは逆にショートが捕まっていたんですよね。ですからまあ買い戻しが発生しやすい流れではあったんですけども、現状も完全に潰されていますから、捕まっていたショートというのはもう逃げ場があるわけですよね。ただ今はこの高値圏で掴んだ人たちの逃げ場がない状況、下の方に行ってしまえば当然投げは出やすくなりますけども、同じように戻ってきたらそれはそれで売りが入りやすいんですよね。上げを見ていくということは、当然こういった高値も抜けてくることをイメージしていくわけですから、このような戻り売りを消化してさらに強い買いが入ってこないと上がらないと、それだけ上げるためのハードルというのは少し高いようには思いますけども、ですけども、まあ一旦はこの戻りの高値、この辺りまでの上昇ですね、そして高値でしっかりキープすること、そういった値動きを確認してのロングであれば、僕は全然ロングも見ていけると思います。やっぱりここの辺りの戻り売り、これはもう警戒はどうしても必要にはなってしまいますね。レンジからブレイクしてくれば、そういった戻り売りの消化、それを相場の方からしっかり見ていきたいですね。ですからまあイメージとしては、上昇に関しては少しゆっくりした波のイメージですかね。一方で下へ抜ける動きに関しては、やっぱり投げの動きも絡んできますからね、少し早い展開というのもあるかもしれません。ただこればかりは本当にどうなるかわからない、行ってこいというのはそもそも難しいんですけどもね、このレンジのブレイクが絡んでいる行ってこい、こういったのは本当に難しいと思います。シンプルに高値を試したからダメだったと見ていくんであれば、次は売りのターンかなと、そういった目線で相場の方を見てもいいと思いますし、
ブレイクという形があるから買いを見ていくんだでもいいと思いますけどもね。ただ逆行した時にどういった流れになると逆行だと判断するのか、もうこれはしっかり考えてはおきたいですね。それを僕は金曜日のこの冷やしの動き、冷やしの安値更新があれば、まあ、売りの流れを、再度このレンジからのブレイクの形が見えてくれば買いの流れを意識してチャートの方は見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが通貨の強弱チャートになります。金曜日の動きはもう目立つのがこのドルの売りと豪ドルの買い、ドル売りに関しては先ほどドルインデックスで見た通りですね、まあ、一方でこの豪ドルの買い、これも前日の木曜日は大きく売られていました。この流れの反転が見えているわけですけども、ただこの豪ドルに関しては僕は慎重に結構見ています。これだけ買われてもチャートの方を見ていけば戻りの高値すらまだ抜けてないんですよね。まあそれだけ前日のこの売りが大きかったのは大きかったんですけども、やっぱり買いが入ってきても高値を抜けてこない、豪ドルはもうそういった流れがずっと最近は続いています。例えばこの辺りの動きもそうですね。豪ドルしっかり買いが入ってるんですけども、こういった買いが入ってもなかなかこの戻りの高値を抜けてこない。チャートの方を見ていけばなかなかこの買いの流れっていうのが見えてこないんですよね。ですから僕は豪ドルに関しては買いは入っています。確かに強い流れもありましたけども、目線としてはまだショートですかね。僕は豪ドルの弱さは継続して今のところはまだ見ています。ただもう少しというところまでは来ていますから、これは豪ドルドル、チャートの方からもしっかり話をしていければと思います。あとはポイントの一つとして、僕はポンドの強さ、円の弱さという話をずっとしていたと思うんですけども、まずはポンドですね。このポンドに関しては金曜日、大して動きはないんですけども、まだまだこれは僕は強い流れを見ていける状況はあるように思います。これはチャートの方から見ても崩れという形全く見えていませんしね、なんならドルが弱くなってくれば強いポンドに対して弱いドルといった形で、ポンドドルはしっかりした流れも出てくるかもしれません。まだまだポンドに関しては強い流れを見ていけるような相場環境にはあるように思います。一方でこの円なんですよね。この円が少し難しい値動きをしていて、特にこの金曜日、まあ、円買いの流れも少し出ているんですけどもね、この動きによってクロス円が少し流れが変わってしまいました。かなり上値が重いようなチャートになっているんですよね。ということはまあそれだけ円買いが強かったということでもあると思いますんで、今まで見ていた円の弱さ、円売り目線というのは少し修正が必要になってくるのかもしれません。こういった少しわからない状況になってしまった場合はもう時間経過で流れを見ていくしかないですからね。まあわからない状況になってしまった場合はわかるまで様子を見る。時間が経過すれば次の流れも見えてくると思いますんでね。少しこの円絡みの通貨に関しては慎重には見ていきたいですね。そして最後にユーロですけども、このユーロは最近本当に動きがないんですよね。金曜日は少し売りも出ていますけども、この程度ではまだまだわからないとは思います。基本的にユーロに関しても動きがないものとして相場の方は見ていこうかと思います。また流れが見えてくればその時に判断すればいいと思いますんでね、まあ、ユーロは動かない、動き出すまではもう様子見になってしまいますね。はい、こちらがドル円の4時間足に週足を重ねています。ドル円は週足のレンジを僕はこの辺りで見ていたんですけども、先週ですねしっかりブレイクしてきています。ですから今週も高値更新を期待していたんですけども、特に木曜日のこの高値ブレイク、これに関しては本当に期待をしていたんですよね。週足も高値を更新してきた流れがありましたから、このまま強い流れになってくるんであれば戻りの高値までの上昇、111円手前ですね。こういったトレンド相場も期待できるんではないかなと。流れが見えてくればトレードすごくやりやすくなりますからね。そういった相場を期待していたんですけども、金曜日のこの売りによって全てを潰されてしまいました。こうなるとこれはもうドルでも一緒でしたけどもね、ブレイクという形を見ていけば上昇トレンドを見ていく人はたくさんいると思いますけども、レンジの中に戻ってしまったと判断するんであれば、現在地はレンジの上限なんですよね。買っていくには少し難しい場所、別にどちらで見ていくのが正しいのかというわけではないんですよね。どっちも全然あり得ると思います。だからこそすごく難しいんですよね。買いで見ている人もいれば売りで見ている人もいる、こういったブルとベアとの攻防が生まれやすい状況というのは、どうしても行ったり来たりの動き、もしくはレンジからね少し抜けたりとか、抜けそうだけども戻ってきたりとか、そういった神経質な動きになりやすい環境というのが生まれてしまいます。その中でトレードをしていかないといけないわけですからね、まあ、環境としてすごく相場は難しい。ただまあ難しいと言っていてもトレードできないですからね。じゃあどこで判断していくのかというと、これはもうドルと同じですね。僕は先週のこの週足、この週足の安値更新をしてくるかどうかにまずは注目をしていこうかと思います。これは週足の流れを見ていますから、最終判断は週足がしっかり終値でブレイクしてこないといけないので、まあ、1週間の猶予があることになりますからね、まあ、そのあたり少し難しいんですけども、ブレイクしてくればレンジが見えてるわけですから、レンジの上限から下限に向けた売りの流れというのをまずは見ていこうかと思います。今のこのレンジというのは、まあ、上限 109.50 付近、下限が 108.50 付近、
約1円幅のレンジ、このレンジを中心に相場の方を見ていくことになるかと思います。一方で買いを見ていくためには今現状ブルハが捕まっている状況ですよね。完全にいてこいの形になっていますから、再度上げてしまうとこういった捕まったブルハの投げが出てくるわけですからね。上昇していこうと思えばそういった買いの勢力というのを一回吸収して、さらなる買いが入ってこないと高値をブレイクしてこない、戻り売りを消化していかないとなかなか上げていかないという状況がありますから、上げるにしても一気に上げてくる展開というのはあまり想定できないんではないかなと。上げるんであれば徐々に上げてくる形なのかなというふうに思いますんで、言い換えればね、慌てる必要はないように思うんですよね。流れを見ていけばどこかでまた売りがドカンと入ってきてもおかしくもないと思います。現状やっぱりブルハたくさん捕まってますからね、そういった人たちの投げというのはところどころで出てくると思いますんで、ロングを見ていこうと思えば下から拾う意識というのを徹底していけば、エントリーチャンスというのはあるんではないかなというふうに思います。これもドルの状況にすごく似ていると思うんですけども、下の方に抜けてしまった場合はブルハが現状捕まってますからね、投げも絡んで少し値動きは早くなってしまうかもしれません。一方で上げに関してはやっぱりね、戻り売りを消化しながらの上げになりますから、どうしても上昇のペースは遅いんではないかなと。ですから神経質に見ていきたいのはこの下に抜ける動きですかね。レンジ上限から下限に向けた動きなんかはちょっと神経質に相場の方を見ていきたいなと思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。見事な行ってこいですよね。こういった直近高値をブレイクしたローソク足を包んでしまう形、重要な足を包んだ包み足なんかが出たときは、僕はこういった2本の足を合成足にして見ることがすごく多いです。木曜日の始め値がここですよね。そして上昇して、そして下降して、今ここで引けています。ここにはヒゲが残っているわけですからね、この2本の足を合成足にしてしまうと1本の上ヒゲの長いピンバーが出来上がることになります。これを見てもここをブレイクしたと見ることできますかという話になってくるんですよね。正直僕はこれでブレイクと見ていくには少し無理がある、難しいようには思います。ということはざっくり見ていけば110円というのは相当上値は重くなってしまうんではないかなというふうに思うんですよね。週足でも見たようにこのあたりはレンジ相場でもありましたから、であればレンジ上限から下限に向けた動きみたいなものはね、あっても何も不思議はないのかなと。上値は相当重いんではないかなというふうに思ってしまいます。この下に抜ける動きというのをここ3日間4日間ほどでできたこのサポート割れで判断をしていきたいなと思うんですよね。このサポートは 109.40 付近、割れればレンジ上限から下限に向けた売りの流れ。一方で少し難しいと思うのがこれ割れてこない場合ですよね。この辺りでグダグダしてしまうと、下はサポートが見えている、110円もすごく上値が重い、上下に壁が見えてしまうことで、再度レンジを作ることになるかもしれません。こうなってしまうとここはレンジの下限ですからね、レンジ上限と見ていくのか、レンジ下限と見ていくのか、すごくやっぱり難しいと思うんですよね。これが今のドル円の相場なんだと思います。買いで見ていく人、売りで見ていく人が今は混在する世界、判断はすごく慎重にはなってしまいますね。どっちかに絞って流れを見ていくのでもいいと思いますけどもね、逆行した時にはこういった反対勢力の存在、これは頭には置いておきたいですね。仮にショートで見ていくんであればこの109円後半であったりとか110円超えてくるとか、そういった動きになってくると再度のブレイクが見えてきてしまいますんで、持っているショートポジションどうするかというのはこれはもうちゃんと考えていかないといけないわけですし、下の方に抜けてしまった場合はね、レンジの下限まで引っ張られる可能性、これ108円のミドルまで引っ張られる可能性がありますから、今の現在地から見ていくと100ポイント近い下落になってしまう可能性があるわけですよね。ロングを見ていくんであればそれを許容できますかということになりますから、なかなか100ポイントを許容するというのは難しいと思います。であれば下の方に抜けてしまった時にどうするかというのはちゃんと考えておかないといけない。来週の判断はすごく難しくはなってきそうです。個人的にはこの行ってこいの形を見せられてますからね、直近すごく上値の重い形見せられていますから、この下に抜ける動きには注目をしていこうかなと、目線としては若干のショート目線では見ていこうかなと思ってはいます。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。金曜日は雇用統計で一気の下落、結果的にこの上昇分に関しては完全に潰した形にはなっていますね。ただこれ難しいのがサポート割れて引けていればまた目線も変わっていたと思うんですけどもね、これ割れるまでには至らなかった、現状まだギリギリではありますけども、サポートといった形で見ることだってできるわけで、僕なんかもかなり厳しいんじゃないかなと思っちゃったりはしますけどもね、ただブルハ目線で見ている人はこれサポート割ってないですからね、まだまだ買いを見ていける環境が崩れているとも言えない状況でもあるんですよね。日足を見ていけばここにもレンジが見えていて、この下にもレンジがあるわけですよね。今の値動き、今の現在地がどちらのレンジに属しているのかというのがちょっとまだわからない状況ですんで、どっちのレンジに今属しているのかというのをまずは見極めていかないとね、買いを見ていくのも売りを見ていくのも個人的には難しいんじゃないかとは思います。ただやっぱりこの上げる流れに関してはやっぱりそんなに勢いよく上げていける環境でもないように思いますんでね、やっぱり下に抜ける動きの方が勢いはつきやすいんではないかなと。
ですからまずはこの下のサポート抜ける動き、ここに来週は注目をまずはしていこうかと思うんですけども、割れるかどうかはわからないですからね、そこの動きをしっかり来週は見ていくことになりそうです。この辺りで小さな足場作ってくれると少し分かりやすいかもしれませんね。というわけで、まあ、あれもわからないこれもわからない、わからないわからないばかりなんでね、少し解説にもなっていなかったかもしれませんけども、ただそれだけこの行ってこいの動きが相場の方をすごく難しくしている、これはもう事実だと思います。買いで見ている人もいれば売りを見ている人もいる、どちらもまだ崩れていませんので、今ポジションがないんであればね、もう少し結果がはっきり分かってからその後にエントリーをしても僕は遅くはないのではないかなというふうに思いますけどもね。トレードする際は、そもそも今の相場環境すごく難しい、難しい値動きをするかもしれないというのはね、頭に入れてトレードはしていきたいですね。はい、変わりまして、こちらがニューヨークダウの CFD、4時間足に週足を重ねています。ダウすごく強いんですよね。直近高値に面合わせまでは来ました。前回の高値試しが5月の前半ですから、まあ、ちょうど1ヶ月前ですね。もちろんこれ抜けるかどうかはわからない。抜けなければレンジ相場も見えてきてしまいますからね。レンジの上限ということで、やっぱり買いを見ていくには慎重になってしまう場所ではあります。3万4000ドルを超えてからもう1ヶ月以上経ちますからね。まあ、そろそろある程度の決着というのはついても良さそうな感じはありますけども。ただこればっかりはもう値動きで結果を見ていくしかもうないですね。ブレイクしてこなければ再度レンジの上限から下限に向けた売りの流れっていうのも、これは全然あり得ると思います。ただ明らかにも相場環境強いですからね、こういった強い環境でわざわざショートを見ていく必要は僕はないように思いますけどもね、見ていくならロング、ただまあ現状は直近高値付近ということで、まあ、レンジになってしまう場合は高値圏、ここでロングを見ていくのはどうしても慎重になってしまいますから、まあ、ブレイクを見た後の押しをしっかり待つか、もう少しここで足場をしっかり作ったところでこの足場からのブレイクを見ていくか、どちらにしてもね、エントリーする際にはちゃんとバックは決めてエントリーはしていきたいですね。強い流れはありますから、まあ、高値更新を期待してのロング、これは僕は何も問題ないと思いますけどもね、ただまあ現状は高値圏ですからね、そこだけは慎重には見ていきたいですね。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。週足で見ていくと直近高値に面合わせ、まあ、抜けるかどうかといった場面にはなってるんですけども、この日足を見ていくともレンジから少し抜けたような形になってるんですよね。まあもちろんね、直近高値に面合わせということで、まあ、完全に抜けているわけではないんですけども、その手前でできたこの足場、そしてこの足場からの抜けの形が少し見えているということで、来週の月曜日、さらなる高値更新なんかがあればそのままスコンと、抜けてしまうことも、これはもう可能性としてはね、抑えていかないといけないポイントかと思います。金曜日もこれ高値引きですからね、月曜日高値更新なんかはもう全然あり得る流れだと思います。その流れのまま買いが続いてしまうと、まあ、レンジブレイク、これは日足のレンジだけではなくて週足レンジのブレイクという形にもなってきますからね、強い流れというのはあるかもしれません。現状のダウンに関してはもうショート目線で見ていくというのは少し難しいように思いますね。まあ、見ていくならロング、ショートを見ていくんならばせめてこういった足場の崩れぐらいを見ていきたいですから、まあ、少し時間はかかってしまいそうな気はします。目線はロングですかね。この足場を使った上昇ということで、この足場のサポート、下のサポートですね、 34,400ドルあたり、このサポートを割らなければロングの流れをまずは来週見ていきたいと思います。ダウは強いと思いますね。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、 4時間足に週足を重ねています。日経平均は逆にすごく弱さを感じるんですよね。確かにまあ今週先週とすごく強い流れは出ています。上昇してきてるんですけども、一歩引いてそばの方を見ていくと高値は切り下げてるんですよね。どこかのタイミングでこういった高値抜けていればまた環境も変わってくるんですけども、現在もね、強い戻りは入っていますけども戻りの高値抜けているわけではありません。どうしてもこういったところは近づいてくると抵抗になりますから、まあ、抜けるか反発するかというのは分かりませんけども、一旦流れは止められやすい場所ということにもなってきます。ダウが強いですからね、まあ、その勢いに日経平均もつられて上げていく、そういった流れももしかしたらあるかもしれませんけども、どうしてもこの上値の重さというのは気になってしまいますね。まあ、こういったところブレイクしてくれば話も変わってきますけども、まだまだ超えていかないといけないハードルはたくさんあるように思います。日経平均は上値が重い、まあ、直近強いんですけどもね、ダウと比べれば日経平均かなり上値の重さは感じる流れになっているとは思いますね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。最近はレンジ相場だったんですけども、最後の最後は少し上の方に抜けて引けてきましたかね。まあ、少し微妙なところではありますから、月曜日再度高値更新なんかがあれば、レンジからのブレイクという形で見ていくことになるかもしれません。ただ日経平均はね、上位足でも見たように抜けてくれば直近の戻りの高値が目の前にどんどん出てくるんですよね。これが少し悩ましいですね。ブレイクの形で流れが出そうになるんですけども、すぐ目の前にまた壁が出てきてしまう。流れが止められやすい形がどんどん出てきてしまうんですよね。まあ、それだけやっぱり上値が重いんではないかなと。
個人的にはやっぱり簡単には買えないですし、なんならね、そこからの失望売りみたいな形が出てきて、こういった足場の崩れみたいな形が出てくると、一気に売りが出てくる可能性もあると思いますんで、僕は日経平均をね、まあ、ガンガン買っていきたいとはなかなか思えないんですよね。まあ、高値ブレイクしてくればわからないんですけども、ブレイクしてくればかなりの高値圏ということで、今度は逆に手を出しづらい環境にもなっています。なんとも手を出しづらいチャートの形になってしまってますんでね、まあ、僕はもう目線としてはショートなんですけども、今現状強い流れが出ていますからね、わざわざこの形からショートを見ていく必要はないと思いますんで、チャートの崩れを待つことになるのかなというふうに思います。チャートの崩れというのはこういった足場の崩れですね。ですからまあ今この足場のサポートは 28,700円あたり、今回少し上の方に抜けそうになっていますけどもね、ここがレンジ相場になってくるんであれば、レンジ上限からショートをしていくのも、多少リスクを取っていくんであればありなようにも思います。月曜日しっかり高値更新みたいな形になってしまうと、僕はちょっと手を出しづらい、様子見になってしまうとは思いますね。日経平均、僕は上値が重い、この目線は変わらず相場の方は見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。最近の金はかなり強い相場が続いていましたけども、ようやく週足レベルで流れが一旦止まりました。ですからもう来週以降はこの調整局面をまずは見ていくということになります。流れが止まったからといってすぐに売りを見ていくわけではないんですよね。次はこの売り買いの攻防、流れが止まったということはそれだけ買いの勢いが弱まった、売りの勢いが強まったということでもありますんで、この攻防というのをまずは見ていくことになります。具体的に言えば上昇トレンドが一旦止まったことになりますからね、大事なのはこの下のサポート、この上の壁というのもはっきり見えていると思いますから、この下のサポートをまずは探していくのが大事になってきます。ただ週足の下のサポートを探すってそれなりの時間というのがやっぱり必要になってきますからね、その間は短期足でまずはそのサポートを探していくということになりますね。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。最近日足を見ていけばもうレンジ相場だったんですけども、木曜日に1回下の方に抜けています。金曜日に戻り入っていますけども、これを戻り切ったと見るかどうか、かなり際どいところではあると思いますけども、どちらにしても週足で見ても流れは止まっていますからね、この上の壁というのははっきり見えているんではないかなと思います。ですから大事なのが下のサポート、こういった小さなレンジの加減、このあたりがサポートになるのか、それとももう一つ下、このあたりがサポートになってくるのか、こういったところを来週はしっかり測っていくということになってくるんじゃないかと思います。まだまだ大きな下落を見ていくには少しタイミングとしては早いのかなというふうに思いますけどもね。ただこういった下のサポートが見当たらないと下落のトレンドが見えることになりますから、まあ、こうなってしまうとね、この上昇の起点までの下落というのは、想定して見ていくことになりますけどもね、まだまだそこまでを見ていくには少し早いように思います。金曜日も反発してますからね、まずはこの下のサポート探しが来週の仕事になってくるんじゃないかとは思いますね。金に関しては今週でようやく流れが止まった、今後は上値の重さというのをかなり意識しながら相場の方を追っていくことになるかと思います。はい、ということで、まあ、ドルがいてこいの形になってしまってますからね、まあ、どうしても来週は難しい値動きからのスタートになりますね。買いを見ていくのか売りを見ていくのか、これ一つとっても意見が分かれるところだと思います。難しい相場というのが分かっていながら、無理にエントリーをして損失を積んでしまう、もうこんなバカな話ないですからね、分からなければ様子を見るでも、僕は全然いいと思います。来週もこのドルの動向、これは目が離せないですね。しっかりドルの動きは追っていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別の動画になっています。でき次第概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので、参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。